はい、どうもどうも、カズワン実況局へようこそ、バイオハザード4前回に続くから、やっていくで。ゴノスさんをチャプターエンドしたところ、じゃない、ゴノニをチャプターエンドしたところから、ゴノさんからやな。教団の計画について、あのエージェントのせいで村長とサラザールを失ったが、教団の計画はこのまま予定通り進める。ただ、出来が悪かったとはいえ、忠実な部下を失ったことは計画の進行にも多少の影響が出るであろう。しかし、失った人材を補充するにも、幹部レベルの人間は迂闊には増やせん。なぜなら、支配者側のプラーガは、人間の意識がそのまま残るから、いつでも私を裏切ることが可能だからだ。あのルイスまでもが私を裏切った。裏切った以上、今後はより慎重に仲間を増やさねばならん。計画の最終段階で内部の者に足を引っ張られてはたまらんからな。というサドラーの、メモでした。さあね、やっぱり、ルイスも向こう側の人間やったんやな。What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see.いやー、クラウザーほんまに筋肉硬そうやな。あれは絶対感触悪いわそれにしてもエイダ姉さんはかっけえよなー。危ね。ですね、ここに実はエメラルドが隠れてるんですよね。エメラルド。起きた。さあ、来たで来たで。こっちで相手しようかな。平面で。いや、走ってこようぜ。おい。おい、仮面野郎。あ、走ってきた。よいしょ。で、あとはナイフやな。よいしょ。よいしょ。あぶねえ。あぶねえよー。めっちゃ撃ってきとるなー。どうしようかな。2発撃った、行く。よし、倒した。こんな感じかな雰囲気は。おお、危ねえ。危ねえよ、こいつ。よいしょ。あとはナイフ。やあ。どこにおるんや。わからんぞ。あれ？あいつ、どこにおるんや？ボーガン。いやー、わからんまま今戦ってる。で、ちょっと、盾持ちさんがよいしょ。レッドナインの力を見るがいい。え、お前も出んの？あーと、ここは、ライフルかな？オッケー。で、あいつがどこにおるかよ。やってー！この野郎！今のはしょうがない。ダメージ受けるよりはマシやな。あー、くっそー。2発、もうボウガン嫌い。どうしたらええねん、あのボウガン、ほんま。
くそー、もう悔しがってばっかやな、バイオハザード4。もう上手くなりたい。でこっちに線香と金があるはず。よっしゃあったね。じゃあ先進もう。いやーなんか最近ダメージ食らったばっかやな。ここはあれやな、クラウザーが出てくるはず。あの筋肉マン、筋肉マンって言ったらあかんかな、筋肉バカじゃあムービーやな。They told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? In the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Oh, 無線やな。 Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here...Why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. あれってなんや？気になるな。これどっちから行けばいいんや？筋肉バカ対レオンの戦いでした。で、やっぱりあれやな。エイダは、レオンの味方やな。うん。頼りになるわ。あー、ここは確かあれやな。そうそう、レーザー部屋みたいなね。なっとんねん、ここ。あぶねっ。うっ、ああ、いけたいけたいけた。うい。いやー、レオンかっこいい。いやー、ここの場面とね、さっきの前の場面かな？
筋肉バカ大レオンの場面も結構好きなよな。コマンドちょっと難しいけど、俺嫌いやから。えいえい、あー、かっこえ。さすがエージェントやな。ロック解除までしばらくかかるようだ。あー、レーザーが。えい。あー、さすがやな。もう難なくクリアって感じよ。あー、次セーブポイントあるやんけ。で、あー、そっか、ボス戦が待ってるんかな。そうやな。ボス戦があるからちょっと短いけど、ここで切らなしゃあないかな。まず、遊ぼうか。エメラルド、ハテナ。ハテナを起動。絵になるなぁ。レオン。今はこんなことをしている場合ではない。ごもっともやば。で、あそこの椅子に座ると、まあ、こっちの宝石に、まあ、気づいちゃうよ、みたいな感じなんかな。さてさて、さてさて、さてさて、ちょっと引っかかった。で、この奥が、こんな感じになってるのかな。進む。よっしゃー。到着、やねんけど、まあ今回はここまでかな。まあ次回あれやな。武器商人おったから武器商人と話してから終わろう。いやー久しぶりやな。と、ルイスのメモ。プラーガの特徴は3つある。1つ目は宿主をコントロールできること。これについては改めて記す必要もないだろう。二つ目は、新社会性生物であること。これは簡単に言うと、個体ごとにバラバラに生きるのではなく、アリやハチのように社会を形成することを示す。寄生虫としてはかなり珍しい特徴と言えるが、一つ目の特徴を利用するうちに、後から身についた特性かもしれない。三つ目は、多様な生物に、寄生できること。カミカミやな。ちょっとすいません。これは先の二つの特徴と合わせると特別な意味を持ってくる。この寄生体が、介在すれば、駐在介在いや、わからん。すれば、異なる生物の間でも相互にリンクする社会を形成できるのだ。しかし、俺はこの興味深い生物の研究を続けて、たいがために教団の目的に目をつぶってしまっている。サドラがプラーガを悪用しようとしていることに気づいていながら、とうとうここまで来てしまった。だから今さら俺一人の力で教団を止めることができるのであろうか。そうか、ルイスは、向こう側の人間っていうより、まあ、研究のために向こう側についていったってことなんやな。あ、やべえ、持てねえ。なるほどね。でもまあ今回でレオンが教団のこう悪義を止めますよ。もちろん。よーし。いや、武器商人じゃないか。まあルイスよ。まあおとなしく。まあ、おとなしくしてくれっていうか、もう、やられてもうたから何もできひんねやけど。まあ、天国から見といてくれ。よし、じゃあ、今回は、ここまでにしようかな。まあ、後半ちょっと長々とね、話が続きましたが、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。